ッペで始まります。最初です。お願いします。さあね、漫才頑張っていきましょうね。漫才頑張っていきましょうじゃねえよ、お前のんきな顔してんじゃねえよ、お前シーと惰性で芸人やってんじゃねえぞ、お前本当に惰性じゃやってん、訴訟起こすぞ、お前本当にザッケローニみたいな話しやがって。誰がザックなんだよ。え、サッカー教わったのか、おい鼻でけえだけだ。サッカー教わったのかって言ってんだよ。教わったのかじゃない。いや、今日は6月9日だからロックの日なんだ。クロマニヨンズのライブの映像流すわい。どういうこと。今日は漫才をしないでと。漫才をしないでだよ、本当に。漫才しないじゃん。漫才したかったら別にいいよ。いや、やるんだったらいいけど、100歩譲って斬新な設定があったら漫才してやるよ。斬新な、近々ザ漫才あるだろ、ザ漫才の審査員がよだれ垂らすような斬新な発想の漫才やれよ、お前本当によだれ垂らすよ。そうだよ、例えばな、フジテレビ大好きとかな、権力のいるじゃねえか、お前権力のいるだろうが、例えばおっぱいとかな、低俗だろうがよ、お前低俗だよ、ほんとに俺何も言ってないよ、お前のセリフなんて待ってらんねえよ、お前俺言いたいこといっぱいあるんだよ、ほんとに待てよ。おっぱいとかな、お前場合によっちゃお昼間からやるんだぞ、お前、まあまあまあ、昼間から下ネタ言っていいのね、鶴子師匠しかいねえんだぞ。決まってたの。そりゃそうだよ、お前鶴子師匠全然分かってねえ。そりゃそうだよ、お前そりゃそうだよ、ザッケローニみたいな話しやがって。なんで2回言うんだよ、思ってるからだよ。ザッケローニ2回言うじゃん、お前ザッケローニ2回言うじゃねえよ。なんだ、あんま声荒げるなよ、お前萎縮するだろ、お前怖えだろ、お前今の声量でやめてくれよ。萎縮すんの、当たり前だろ。めちゃくちゃハート弱いじゃねえか。メンタル弱いぞ大丈夫だろ、当たり前だろが。いや当たり前だろじゃねえんだよ。ゆくゆくは芸能界行くんだからな、ザ漫才ハイハイみたいに言って。サンね、サン、はいはい、サンね、ハイサイハンね、ハイサイハンだね。え、沖縄のでしょ当たり前だよ、あれ挨拶だから。それそうだよ、ハイサイハンとは言わない。芸能界行くんだから当たり前だよ、お前。芸能界行くのはいいけど、ね、なんだよ、喋んのかよ。喋るだろう、当たり前かい。それが当たり前かい、漫才かい。いや、そうだよ、掛け合いがあるのか、ザ漫才だよ。いいんだよ、じゃあ漫才だよ、ほんとに。え、やってみろよ。だからさ、ね、まあ別にね、とかハイハイさんとか売れるのが理想だけど、結構ね、うん、だからさ、売れてもね、芸能界に詳しくないとその先持たないと思う。いや、分かるよ、お前そんなの。お前みたいな、お前みたいな無法松じゃねえんだから、お前無法のね。え、無法松だったら、あの北京芸術さんになっちゃうから。がっちりしてる、あの、オフィス来たの。あ、違うの。うん、オッケー、まあ、分かるよ、芸能界のこと分かるよ、当たり前じゃねえかよ、お前。分かるよ、本当に分かる。足元見てんじゃねえよ、お前。これ軽視されるのが一番嫌なんだからな。分かるのね。お、人を笑わせるためにこの世界入ったんだから、バカにされるの嫌なんだぞ。バカにしちゃう。そうだぞ、お前聞いてんのか、お前芸能界いきなりスイッチ入ったよ、おい。元不良だとか、数々の武勇伝を誇る芸能人が多数存在しますが、その中で最も最強とされる人物は誰。和田アキ子だろ。ああ、惜しい。なんだよ。飯塚明子ね。いや、飯塚明子、和田アキ子の本名誰が分かんだよ誰が分かるんだよ見たことね、オリジナルで誰が分かるんだよ。それ誰が分かるんだよ、本名だから。いやいや、ヘリクスはいいんだよ、和田アキ子で正解だろ。では次の。ではじゃないよ、聞けよ、お前。関口博士の白い部分はどこ。どの角度から飛んだよ、マジで。どの角度、笑わせんなよ。白い部分はどこ。白い部分、ここだろうが。白い部分はどこ。ここだろうが。白い部分はどこ。白い部分はどこ。サブリミナル効果ね。白い部分はどこ。ここだっつってんだよ、お前。ここ。ここだよ、お前。惜しい。なんだよ。ここと、あの、白目のここと、あと歯と。ヘリクスはいいんだよ。爪の健康かどうかが分かる、ここ。ヘリクスはいいんだよ。これが正解だよね。俺が喋ってるから喋んなよ、お前。ヘリクスはいいって。喋ってもいいだろ。三四郎の目、俺なんだからサブ黙ってるよ、お前。そう。ラポレオンズだったら出す方で出さないよ、お前。チャゲアスだったらアスカでチャゲだよ、お前。チャゲ。うめえ、濃いめ太夫だったら一人だよ。のように、俺がボケなんだよ。突っ込めよ、お前。キョトンじゃねえよ。いや、俺では問題ですじゃねえよ。ちょっと、おい。高木美穂。あ？なんだ？中山恵美里。北川景子。何？この3人に共通する点は何？わかるよ。それだろ？うん、普段はメガネかけてないけど、うん、VTR の時はメガネかける芸能人だろ。あー、惜しい。なんだよ。高木美穂はもう常時メガネかけてスタイルになってるからね。うん、正解は女。いや、女だよ。いくつだろう。いや、女って笑いながらボケんなよ、お前。無症状でボケろよ、お前。素人の人で分かるよ、無症状で分かるって。ああじゃねえよ、お前ちゃんと
お前変なことすんなよお前。お前俺がツッコミだから見づらくなんだよお前。お前が変なことするからお前この間埋設で滑っただろうがお前。埋設で滑るってなんだよお前。びっくりしたんだから。お前怖い人に、上層部の怖い人にこのここの距離でこっぴどく怒られてる。怖すぎて2週間ぐらい ED になったわお前。書いてから色のない夢見たわお前。王じゃねえよ。お前のパートだよお前。俺が終わったらお前のパート。お前なんで二足三文の芝居いいよお前、俺みたいな感じ。ああじゃねえよお前。漁港の朝かおい。ああじゃねえよ。なんで違うでしょ。漁港の朝じゃん。ちゃうちゃうちゃう。おー寄せてんじゃん。漁港の朝じゃん。おーだよ。漁港の朝じゃん。じゃあ次の問題。じゃあじゃねえよ。俺がさ、アブドゥーラザ・ブッチャーに唯一ストリートファイトを仕掛けた人物といえば誰？いや安岡力也でしょ。ですが、安岡力也ですが、その戦い方は知らねえよ。なんだよ。正解はブロック塀で殴りかかる。姑息だなおい。そんなの誰がわかんだよ。それ誰がわかんだよ普通に。それ絵じゃねえよお前。絵じゃねえよお前。積極的に麻痺していこうぜお前。逆に使うなよおい。俺の言葉なんか使うな。オリジナリティ出せよ。アイデンティティねえんだよ。アイデンティティかい。長いこと喋ったよ。売れたないじゃねえよ。こんなんじゃ売れねえだろうが、こんなん俺は。こんなんじゃ売れねえってさ、売れたかったらさ、出番前にスーツ濡らすのだけはやめろ。ポイン。ありがとう。